のさっぱです。今回は余った玉ねぎで簡単レシピオニオンスープをご紹介します。今回使う材料はこちら。詳しくは概要欄をご覧ください。パンとチーズ、パセリはお好みでご用意お願いします。では早速作っていきましょう。最初に玉ねぎをスライスします。玉ねぎはこちらの繊維を断つようにスライスしてください。繊維を断つようにスライスすることで甘みがぐっと増します。玉ねぎ1個でこれぐらいの量になります。次に鍋を弱火に温めてバターを溶かします。強火にするとバターが焦げてしまうので弱火でゆっくり溶かしていきます。バターが溶けてきたら先ほどスライスした玉ねぎを入れます。あとは玉ねぎに少しお塩を振ります。火を中火にします。これで透明になるまで炒めてください。これぐらい玉ねぎが透明になってきました。もう少し炒めてくると茶色くなってくるのでその程度までさらに炒めていきます。このように少し茶色くなってきました。鍋底にこういった焦げているところが出てくるので少しお水を入れて、こういったところも旨味の成分になるのでこそげ取って混ぜていきます。このぐらいでは茶色く炒まってきたのでお水 200cc 入れます。ここにコンソメを少し入れて、あとはスープがとろみがつくまで煮ていきます。このようにスープにとろみがついてきたら完成です。ではオニオンスープを器に盛っていきます。ちょっとね、レードルの先が細いので取りやすいんですよ、このレードルも。あとはお好みでとろけるチーズとバゲットもお好みでつけてください。これでオニオンスープできました。オニオンスープ完成しました。お家で余った玉ねぎで簡単に作れるレシピなので皆さんもぜひ作ってみてください。次回もお楽しみに。今回使った便利グッズはこちら。プログレード横口レードル、先端が尖っているのでこぼしにくく注ぎやすいです。